皆さんこんにちは、アスキット投資クラブです。今日はですね、9204スカイマークの動画解説をしたいと思います。この銘柄3月の22日ですね、まず出来高を伴って陽線で反発した後4日間調整してましたけれども、3月の29日ですね、木曜日に出来高を伴って反発しておりますので、この形がまあ変則的な上げ三方のような動きですね、抑え込み線と見られてもね、いいかと思いますけれども、で一旦はですね25日移動平均線にですね抑えられてますけれども、翌日の3月30日ちょうど月末の金曜日ですね、一回25日線、前日に変わらずぐらいのところからスタートした後はですね、出来高を伴って大きく25日線に乗せて反発してきてますね。でなおかつ昨年の12月12日からのこの下降のトレンドラインですね、12月12日と12月この末のところの高値をね結んでますけども、このトレンドラインもね抜けてきております。で上げ三方の動きからですね、しっかりと25日線乗せてきて、25日線もこう緩やかにね横ばいになってきてますね。前回2月24日1回叩かれましたけどね、その値段あたりでねちょっと抑えられてますけれども、しっかりと25日移動平均線に乗ってきてますんでですね、一回そこを打ったんではないかなと思われますね。ですから買いの目安としては25日移動平均線からですね、金曜日の終値が713円ですので、それ713円ですね、25日移動平均線から713円近辺はですね、基本的に買い目線でいいんではないかなと思いますね。で最初はですね、こう金額的な節目800円どころに75日線がありますので、800円がね、最初のターゲットになるかと思いますね。で2月の初旬もね、800円挟んでちょっと揉んでますからね、1回はここで上値が抑えられると思いますけども、そこ抜けてくるとですね、今度は昨年の11月のこの安値ですね、936円、937円というのがありますので、1回ね、このサポートラインのとこをこう下抜けてしまってますからね、930円を超えてくるとね、当然1回ね、上値も重くなるかと思います。そこ抜けてくるとですね、今度は金額的な節目1000円と200日移動平均線がありますので、その1000円をね、今度目指す動きになってくるんではないかなと思われます。ですから最初のターゲットとしては800円からですね、この11月のこの安値の近辺ですね、930円あたりですね、そこから1000円がね、目標になってくるかと思います。で下がってきたとしても、25日移動平均線とかですね、5日移動平均線がね、サポートしてくれればね、問題ありませんけれども、この3月21日の安値607円、もしくは一度こう下げたところのこう切り返してきたところですね、これは3月28日水曜日になりますけれども、610円とかね、この辺を割ってくるようになってくるとですね、当然一回ロスゲン、せっかくこの反転の動きがね否定される形になりますので、撤退を考える必要がね出てくるかと思います。では以上でスカイマークの動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。